グラサン。はい、グラサンの時間でございます。私、司会の片岡五郎と申します。はい、以下同文。マダム美智子でございますが、もっともっとね、皆さんに菱沼純子さんから非常にね美しい、方でいらっしゃいますけれど、私はもととってもね、なんていうんですかね、気遣いとかね、それからマナーとかが、まあ、非常にしっかりした方で、大変好感を持って、見習うことに しようと思ってますけれども、うん、実はね、島津純子さんとは2日間びっちりお付き合いしたんです。それが魅力学のその書伝では、主に和法ということ、まあ、和法というと話し方なんですけど、菱沼純子さんが私はこういう人よと伝え方が好感度高くっていうふうに、指導させていただいたんですが、そこにどういう理由で話すことが苦手で、そうですかね。はい、とても苦手で、うん、素晴らしく素敵に話されるまだく美智子先生のこう教えをこう盛りたくて、私お伺いして、あの時も かなりしごかれましたけど、でもすごくためになって、販売をするとやっぱりお客様にお声掛けをしますよね、はい、そういうことにも役立てたいってことですか、それとは全く関係なく、また違うので、お店でもワンツーマン的にやると、うん、そんなに別に上がることもないんですけど、人前に出るっていうともうダメですね、上がっちゃう、はい、そうは見えないけどね、喋らないと大丈夫なんですね。やっぱり菱沼純子さんが何を伝えたい、一番伝えたいことに絞り込んでっていうんで、いや本当に1日目と2日目は全く違ったもんね。そうですよね、そういう実感ってありました？1日目は本当に自分でも笑っちゃうぐらいベタベタでしたね。やっぱりすぐに、ね、映像を通して見ると、はい、思いもかけない癖とかね、はい、いろんな、ね、ことに気がつかれたと思うんですけど、はい、ただ私その時に思ったのは、やっぱり全身を撮って、映像の中でやっぱりかっこいいなっていうね、もうちょっとこう販売だけじゃなくて指導するようなことのできる方だなって思ったんですけどね。ウォーキングとかだったらできますけど、うん、あとファッションとかのコーディネートとかもできますけど、うん、話となったらまた別なので。いや今おっしゃったようなファッションのことでもね、はい、ビジネスで勝ち抜いていくって他と違わなきゃいけないですよね、はい、でなんでそのワンピースを選んだ理由っていうの、女性起業家の方がお客様に多くって忙しいじゃないですか、はいはいはい、子育てもしなきゃいけない、家事もしなきゃいけない、仕事もしなきゃいけない、それで一枚でバサッと切れる、コーディネートなしで切れるという利点があってすごい重宝されています。はい、なるほどね。でもそれはあなたが子育てで感じたことなんですか？あ、私も感じました。何枚も買ってくださる顧客の方ってもうどんどんついてらっしゃるの？昔からのお客様と、うん、あとその口コミで新しいお客様とかいらっしゃいます、うんうん、はい、そしたら何か私のところで学んだっていうことは、そういうこととは別に何を求めて勉強なさったのかな？そうですね、私自身ももうちょっと自信も持ちたくてっていうのもありました。そうなの？そうですね、まだまだ自分に自信が持てない部分もありまして、うん、それも仕事にももっとこう自信持って自分の商品を紹介できるかなっていうことも含めて、自信がないってどういう形で自信がないの？そういう方多いと思う。自信がないけどどこに自信がないのか分かんない。だから自信、私も自信ないな。ね、自信持っても困る人が自信がありすぎて何に対して自信がなかったの？もっと突き詰めて、本当は私はもっと目立ちたいのよと、もっとね華やかに人に迎え入れられたいのよ、でもそこまでの自信がないっていうのは、それすごいはっきりしてて分かんのよ。逆に人間は目立ちたいと思って生まれてるはずですよね、うん。
でこの方ね、目立ちたくない目立ちたくないって言うんですよ。だけども私が目立つ目立つって言うんだけど、私目立たなきゃ商売にならない、はい、で俳優っていうのは、うん、映像なり舞台を通って目立ってるわけじゃない、はい、でそこでもう十分満足できるわけです。だからあなたのような方が自信がないって言われちゃうと、コンテストに出るくらいだからもっと目立ちたいのにそれができないと思ってるってことじゃない？すごいきついけど。いや僕ね思うんだけども、本当にあのなんとか選手権とかなんとか目立ちたいっていう女性っていうのはやたら多いね。まあ10人よったら9人はそうね。本当にいやちょっと今彼女が言いかけたんでな、ね、いや私そういうとこに絶対自信がつくかなと思ったら余計断りましたね。ああそう、出なきゃよかったと思いました。ミセスコテストって言ってもしっかりしたところでボランティアをやってなきゃいけないので、そのボランティアの内容についてね、そうですお話しするんですよ、はい、でボランティアの何を話したの？あの時何でした、うん、もうそれも覚えてないですね。やってないって言っちゃったんじゃないの？あのやそうではないんですけど、なんか覚えてないですね全く、うん、やっぱりね3分間持たせるってやっぱすごい大変ですよ。はい、結構ちんぷんかんぷんのこと言いましたね私。はい、あの時の小野寺さんにもスピーチがって言われましたで結局そこでエントリーをしたけれども、そこで自信を失ってしまったっていうことで、やっぱり自分の喋りというか、はい、話し方やっぱりダメだなと思って、はい、トーキングが無理だなっていうのを思ったわけね、はい、それで私のところに来たっていうことね、はい、私は魅力研究家としてファッションはものすごく大事だから、もちろんスピーキングも大事だけど、はい、私たちの場合はマダム美智子は今日何を着てくるかってもう最近はそう思われちゃってるのよ、はい、で何を着てくるかっていうものに応えつつ最初のつかみっていうのがねすごく大事なんで、この方はね何にも言わなくてもね立ってるだけでもそれなりに見えちゃうっていう、そこがねやっぱり映画とか舞台とかで鍛えてきた存在感だと思うんです、はい、ただ一般の方はそれがないんだったらどうやって存在感を作るとすればですね、外見のその、まあ、ヘアもそうですし、メイクもそうですし、お洋服の占める位置っていうのはすごく大きいと思うの。本当そう思います、ね、だからあなたが今お洋服をやっている価値観を仙台の中で広めたいっていう、その辺をもうちょっとどう広めたいのか、どう具体的にどこまで広めたいのかお話して。まあ、仙台はメインに東北全体にも広めたい、行きたいですし、うん、東北全体に広めたいって思いが強いんだ。結構強いです。東北の女子ってこう保守的なので、もうちょっとオープンでもそういう華やかなものを着てほしいなと。雪で寒いくても閉じ込む性質ではあるので、はい、一つの洋服のを変えようっていうだけで革命が起きるぐらいのことってあるわけじゃない、はい、今東北っておっしゃったけれどもとっても大事なことだと思います、はい、でなぜかっていうと人と違ったことをするなっていうのが日本人の中にあるから、うん、そうなんですよね。それが最も現れてるのは服装だから、うん、はい、結構似てるんですよ皆さん。それが悲しくて似てるっていうか、残念って後ろ姿、こうこれが流行ればこればっかりっていうのがちょっと残念なので、もうちょっと自分は自分でいいんじゃないかなって思って。でそういうアプローチをしないと、だって本当に電車乗ってたりしてもこう見るじゃないですか、車のこと。で僕は自分の好きな服装をするのは好きだからね、はい、そうすると本当に暗いものしか着ないんだよね。うん、そうなんです。特に男の人たちっていうのは、だって年取ってきたら顔がね、くたびれてんだからね、暗くなるからさ。だから男の人がそうだから女にもそれを求めるわけでしょ。その変えちゃいけないとかね、全然私はそれに応じないですからね。うん、応じなくていいと思います、うん、ということはね、服装が与える人間革命、はい、それをねぜひね、はい、
東北からね発信していっていただきたいことと、ちょっと今度私お世話になるのでちょっと、はい、言ってくださいよ。はい、マダム美智子先生の衣装提供させていただきます。それだけですか。このお洋服もねいただいた時ねすごいシルエットがね綺麗なんですよ。でそのシルエットが綺麗なのを全然測りもしないで彼女が送ってくれたんで、どうして分かったって、私見れば分かるって言ったね。もう体を見れば分かるって、サイズが何百人見てるんで大概分かります。サイズはこうだって、はいはい、女性は特に、男性はちょっとまだ勉強中ですけど、女性は全て分かります。はい、はい、勉強してください。そうなんで、ね、男性もですか。そうモアザンナウってどういう意味。今よりもっと、今よりもっと美しくしていただけるお洋服を提供していただくことになっても嬉しいです。ありがとうございます。これからねお洋服をそのたんびにちょっとご紹介させていただきますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。グラサン。